今回の通販買ってみたなんですけども、夏用の寒いですね。2021年の夏を私と一緒に過ごしてくれる寒いを買ってみました。後ろにね、この菊の紋章がついてますね。で、薄手で軽くてね、とっても着やすいものになってます。これが一つで、もう一つはね、ジャージなんですけども、バックプリントがちょっとね、私的に気に入ってて、これなんか今ね、ちょうどカンフーやってますんで、こういったお地蔵さんじゃないや、なんだ、観音様みたいなのがいいなと思ってたら、こういうのがありました。で、胸の方にはね、こうやってどっかのね、ヤクザの組みたいなマークなんですけども、まあまあこれ置いといて、黒地に金のジャージで、ズボンがなんかボンタン式になってるんですよね。なんかこんなもんばっかりですいません。で、今回ね、このジャージと寒い買ったところなんですけども、こういうふうに封筒が入ってましてね、通販なんですけども、封筒が入ってて、2枚チラシが入ってました。そこにはですね、代表者の方からお客様へということで書いてました。結構ね、このおヤクザさんのなんか絶縁状みたいな書き方なんじゃないかなと思うんですけども、いわゆるね、オラオラ系の、なんかこのおヤクザさん、お兄さん系のショップなんですよ。で、私こういうのが好きで、昔から買ってるんですけども、代表者の方がね、こんないろんな会社がある中でうちを選んでいただきましてありがとうございましたと。で、いろいろとこういう通販ですから連絡しにくいことがあると思いますけども、うちはそういうのじゃなくてちゃんとやっていきたいんですってことをね、書いてくださって本当に嬉しいなと思いました。プラス今回私の担当になってくれた方、この方ね、この方からの個人的なこのレターが入ってたんですよね。これもありがたいなと思ってます。誕生日が書いてあったり、お名前が書いてあったりね、で、どんな性格なんですかとかも書いてあったりとか、自分はこういう風な人間ですってことでね、私はこの方にお願いしていろいろと対応していただければいいのかなと、そして元締めの方ということでね、入ってました。で、こういった気遣い心遣いがあるとやっぱりリピートしたくなっちゃうんですよね。で、はっきり言って結構なね、価格は安い方ではないと思うんですけども、でも本当にお求めやすいというかね、やっぱデザインが特徴的なんで、なんと言いますかね、まあはっきり言っておヤクザさんのなんかお家好きみたいな方が来てるんではなかろうかと思うものばかりを私も選んでしまうんですけども、なんですかね、そんなつもりはないんですよ。私反社会勢力に入るとかなんとかじゃなくてですね、なんか任侠とか昔ながらのとか、ああいう感覚なんですよ。ちょっと古めかしいんですよ、私のこのファッションセンスっていうのかね、だから今本当ないんですよね。どうしても和服中心になってきますし、ちょっとまあいかついと言われがちなものだったり、デザインがね、宗教っぽいというかね、お地蔵さんとかお寺なんで、私がこうイメージしてるのは隠居ですからね、なんかこう妙な雰囲気が出てくるんですけども、特に懲役太郎を目指してるわけではありません。まあ方の YouTube も好きなんでよく聞きますけどもね、なんかね選んでしまうのがこういうのなんですよ、私はね。だから昔からボンタンとか洋蘭とかね、買ってた流れもあるのかもしれませんけども、どうしても目に行くのがね、こういったものの美学なんですよね。いやー、通販買ってみた、今回はこんな感じでございました。ちょっといいものが届いたんですけども、いかついものかもしれません。まあでもこういうの結構好きなんでね、すいませんけども、たまにお目にかかる機会があると思います。それではいってらっしゃい。